日より偉人局第3話、撮影を開始したいと思います。よろしくお願いいたします。お願いいたします。監督、及川拓郎監督になります。よろしくお願いいたします。村上弘明さんです。よろしくお願いします。村上弘明です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんだね、君はこんなところに来ていいと思ってるのかい。みこいさんです。佐々木みこいです。よろしくお願いします。人を先に行かせるなって言ってあったけど、なので最初の後藤先生っていうところからめっちゃ焦るような仕事。後藤先生、本当にすみませんでした。今来た芝居にしようかな。既成概念を全て取っ払うっていうね、そういう非常にこうエネルギッシュで、表にはそれを出さないんだけれども、中でこうマグマが煮えたぎってるっていう、そういうイメージですかね。それだけ あのマグマをあのふつふつと出せるかどうか分かりませんけれども、やはりそういったものを体現できればなっていうふうに思ってますね。それからあの日清戦争後にあの日本兵がどんどん入ってくるとき、そこで検疫事業を行ったという、今でいうと PCR の、 あの前進ですよね。それを合同新編を行ったっていう意味では非常にタイムリーな話になるんじゃないですかね。あの普段は声優のお仕事をしていて、演じるときもあの基本的には声だけということが多いので、こうやって映像であのお芝居をするのはすごく緊張しますね。私の大好きな地元を PR するというお仕事は本当に嬉しいですし、その分プレッシャーというか、皆さんに岩手を知ってもらえるという機会なので、その映像に私が出るっていうことはかなりドキドキですね。はい。今回深澤麻藤本庁役の、山中裕介さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あとは頼むよ。昨日も水沢で美味しい食事をさせていただいて、岩手に来るのがいつも楽しみです後藤さんにも深澤さんにも言えることが、とてもその、愛があるというか、愛があって要は政治を行ってきた2人なんだなと思いまして、そういうところをすごく大事にして、人を思う気持ちみたいなものがあるお二人だったと自分では感じたので、深澤さんを演じるにもあたってそこはちょっと意識させていただきました。どんなことに興味があった？この職務を全うしなければ日本の未来はない。そう思ったら、こうやってしみじみと見る日高神社は初めてのような気がするんだけど、なかなか素敵な場所っていうかね、気持ちがスッとするっていう、紅葉とすごい綺麗ですね東京だとまだなので嬉しいです、そうだね、見られてびっくりしたね、ここ入ってきた時ね、あまりにも綺麗で、いろいろ大変な状況になってると思うんですけども、まあ、くしくもこのテーマに選んだ後藤新平さんというのが、あの衛星という概念をその当時世の中に広げた人で、その志というか思いっていうものがまさにこの時代に通じるものがあるんじゃないかなと思いまして、ただテーマ的にもぴったりな題材なんじゃないかなと思っております。おそらく人々にどういう人って聞かれて、その一言で語りきれない部分が多い人だと思うんですね。なぜならやっていることとその残した功績というものが多すぎて計り知れない人物だなっていうのが今の感想ですね。久々に帰ってこられて、あの感慨深いというか、
ちょうどその後藤新平さんの生まれた家とかあの記念館っていうのはちょうど小学校の通学路になってまして、当時ので、まあ毎日ここ前を通って学校通ってたなっていうようなことも思い出しつつ、今世界は未知の病で大変な状況が続いていると聞く。はい。彼のことを知っとるよ。後藤先生の後も先生の意思を継いだ医者たちが頑張っています。この岩手のために、基本的に以上で、2020年の偉人局第3話、オールアップでございます。お疲れ様でございました。はい、岩手の、偉人を、演じれてとても幸せでした、本当にありがとうございました。大好きな岩手に、こうやってお仕事で携わることができて本当に嬉しいです。たくさんの方に見ていただきたいなと思います。本当に皆さんお世話になりました。ありがとうございました。偉人局3年目ということで、いろいろ慣れてきた部分もあるし、私も非常にやりやすかった部分もあります。しかし2日間というのは怒涛のごとく結構きつい部分もありましたけどね。やっぱり岩手 あのお天気の神様も今回非常に応援してくれたんじゃないかな、そういう感じがします。どうもありがとうございました。皆さんの力ですね。ありがとうございました。